どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京都、駒込にあります、担々麺屋さんの羅生飯駒込店さんに来ております。はい、こちらはですね、四川の辛味しびれに旨味を加え、バランスよく丁寧に仕上げた麺が売りのマニアックな大人の、担々麺が楽しめるお店になります。はい、でね、ちょっとね、名前もですね、担々麺の名前もですね、なんかこう聞き慣れないような感じの名前とか、いろいろいろんな担々麺があるんですけども、今回ですね、ここの激辛メニュー、激辛麻辣麺に挑戦していきたいと思います。あとですね、ちょっとね、ハーフサイズみたいな感じで、ここのね、一番人気のメニューの、旬なし麻辣麺、これが一番人気でね、こちらの方もちょっとハーフサイズでちょっともらって、ちょっと食べてからその激辛に挑戦していきたいかなと思います。で、ね、聞いた話によると、タイの激辛唐辛子プリッキーヌを使っているところで、今回も、衝撃的な辛さが望めます。楽しみです。それではですね、行った人の感想を見ていきましょう。今日担々麺羅生飯という店で激辛の担々麺を食ってきたが、すでにケツが大ピンチになっている件について、昼はドリアにタバスコを大体3杯入れているので辛さには慣れていると思っていたのだが、また別の種類の辛さでガツンとくるわ。怖じゃなのかな、とりあえずトイレ行くの怖いということで、今日はね、ケツの穴にちょっと注意しながら、激辛を進めていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、担々麺専門店として汁なし担々麺を東京で紹介した、汁なし担々麺のパイオニアとして、営業されているということで、ね、これね、結構ね、いろいろ調べたんですけれども、結構ね、メディアにも紹介されておりまして、TBS 王様のブランチやらフジテレビ東京 VVV6、ラーメンマニアが選ぶ担々麺ランキング第1位獲得とかでね、これいろいろな、賞を受賞しております。で、ここね、まずね、ここに来たらまずこれ食べるよねという看板商品がですね、この、清掃担々麺ということで、一度食べたらやみつき世界中からご来店ということで、これはね、ちょっとね、まあ、ちょっとハーフサイズというか、ちょっと小盛りのものをちょっと食べてね、せっかくですからこれを食べてから激辛担々麺ということで、これ唐辛子とお味噌をふんだんに使ったやつですね。楽しみです。じゃあちょっとしばし待ちましょう。お、来たー、来たー。こちらが清掃担々麺と激辛麻辣麺。すごい、すごい、もうホワジャオの香りがバンと、ちょっと刺激的な香りがきますけど、楽しみです。じゃあ行きましょう。いただきます。さあ、激辛麻辣麺お手並み拝見ですよということで、それはよく混ぜて食べると。はい、じゃあ清掃担々麺、これは唐辛子、これしらが王様ブランチ紹介されたものです。いただきます。うん、辛さレベル6ぐらいかな。なんか汁なしうまいな。はい、これね、担々麺に使われているこのひき肉はね、こう炒める際に出る、余分な油をこう捨てて調理してるね、これヘルシーな、ひき肉になってます。はい、で、美味しいですね。うん、結構女性に人気みたいですね。はい、で、これね、本場四川の担々麺、まあ担々麺といえばこれ、ホワジャオですね、山椒ですけれども、これね、本場中国産のを使用しておりまして、これね、これもですね、こう長年こう探し回った結果、これ厳選したこのホワジャオをこう使っていて、これ非常にこのなんかいいですね、この食欲が増進される魔法のスパイスって感じですね。これはたまりません。はい、じゃあちょっと続いてこの激辛麻辣麺いきましょう。いただきます。まずスープね、緑色の方がプリッキーヌですね。はい、プリッキーヌがこれ粗刻みにしてこう入ってると。じゃあちょっと麺に行きましょう。ほら、プリッキーヌが麺に絡みついてますね。入っている具材はこれほうれん草、水菜にプリッキーヌ、そしてヘルシーなひき肉にこれ麺ということで、うん、確かにちょっとエスニックな風味がしますね。熱、は
はい、じゃあねこれ半分ほど食べ終えたところでここでいきましょう。おいからたーということで、今日ですね、なんかちょっとこれ普段こう厨房に置いてるらしいんですけれども、なんかさまざまなね、香辛料があるということで、これね、トリニダードスコーピオンやらハバネロ、ハラペーニョ、そして過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたジョロキアなどなど、いっぱいあるんですけども、はい、じゃあ、まあ、どうしようかな、はい、じゃあちょっとジョロキアいきましょうか、はい、ジョロキアはちょっと、じゃあちょっとね、ちょっとだけだよ、うん、いきましょう。ちょっとブレンドしようかな。じゃあハバネロもいこうか。ハバネロ、ラショウフ、はい、これも、じゃあ今日は3つブレンドします。特別だよ、はい、じゃあハバネロちょっとだけね、ちょっと気持ち程度で感じながら、ね、ハバネロちょっとでやばいから、そしてラショウフ、そして、ジョロキア。ジョロキア原価高いからね、原価高いですから、あんまちょっとかわいそうです。気持ち程度。じゃあこれで後半戦いきましょう。ごちそうさまでした。最後のジョロキアハバネロ、あれ出した、あれやわ、ちょっと入れすぎた、うん、はい、はい、それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラショウハン駒込店さんの、激辛マーラー担々麺、ジョロキア入れてないの、入れてない辛さですね、はい、辛さレベルジャラララジャン、辛さレベル7です。おめでとうございます。はい、7です。はい、ジョロキア入れたら、まあ、8.5 とか9ぐらいですね、はい、いやもうね、このぐわーっとこのラインがもうすっげー熱くなってきましたけれども、まずね、この清掃担々麺、うん、これね、看板商品だけあってね、非常にこれ病みつきですね。本当にこれ初めてこう汁なしの担々麺っていうのが僕食べた、ね、ちゃんとした、ね、汁なし担々麺食べましたけれども、非常にこの山椒と、唐辛子のね、程よい、しびれ加減が、食欲をそそる一品かなと思います。やっぱね、これテレビで紹介されただけあって、非常にこう洗練された、味でした。はい、まあね、これぜひね、まず来たらこの、汁なし担々麺、ぜひ食べてみてください。で続いて激辛マーラー麺食べました。これね、本当にね、これプリッキーの使用した、非常にちょっと辛みの刺激の強い、一品です。うん、やっぱね、この説明書きも書いてある通りですね、これ非常にこのエスニックな風味がしてですね、そのね、非常にこう美味しく、食べました。山椒に関してもこのね、こう爽やかな、爽快感までね、これも非常に、うん、まあ、スープまでね、美味しくごくごく食べました。冒頭でも紹介しましたけれども、ひき肉もね、油を余分な油捨ててるんでね、非常にこう油っこくなくて、ヘルシーで、かつジューシーな、ひき肉ですので、結構女性にもおすすめです。はい、いやもうね、ちょっと最後のジョロキアとハバネロが、あーこれやばい、ちょっと、刺激的、辛すぎた、ちょっと最後入れすぎた感じで、あー作った、今日はもうこんなところで、はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
激化ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。